日本人教師が多く在籍しているのは講話の特徴の一つです。またまるで日本に留学しているかのように授業は全て日本語で行います。それに生徒が興味を持てるように、経験豊富な教師がいつも楽しく面白い授業を行うので、クラスの雰囲気もとってもいいですよ。